し。はい、ということでね、おはようございます。改めましておはようございます。本日2本目の動画立て続けに出してますけど、朝一ね、今朝はまあまあ遠くに行くことができます。遠くでもないけど、黒瀬町宗近柳国っていうところにね、珍しいよね、宗近柳国。なんか宗近と柳国でそれぞれでなんか地名でありそうですけど、黒瀬町宗近柳国っていうところに手摘みに向かいます。時間指定が9時。もうあの東広島呉道路うまきインターで降りてね、もうすぐのとこなんで、到着予定時刻が8時16分になってますね。時間指定9時なんで、だいぶと余裕があります。まあこっから41キロ、37分なんで、はい、ちょっと今日は長い動画になるかもしれませんけど、覚悟しておくように、はい、よろしくお願いします。多分ね、もうちょっとしかも伸びると思う。今ここはね、東広島市じゃないわ、広島市東区のうまきにおるんですけど、うまきのね、出入りに泊まってました泊まってましたっていうか、コーヒー買って出発するとこです。はい、で今から行くのは東広島市のあの西条の方のね、うまきですね。今ね、デイリー入って買い物して出てきたら、なんか喉がベターっとひっついてね、めっちゃむせた、すっごいむせた。でもこういう時いいよね、このトラックの中だったらさ、思いっきり咳できますから、やばかった。たまにひっつくんですよね、ベターっとね、喉が。あれ散髪とか行った時、行っとる時にね、なったらもう終わりですからね、ほんま。咳止めたくても止めれんのんですよ。ずっとコンコロコンコロね、むせるように咳込むんですよ。だからあの散髪屋行ってからいつもね、ああ喉がペタッとしつかねえけどなーってね、ドキドキしながらね、噛み切ってもらうんですけど、あれ何なんですかね、ふとした拍子にペタッとひっつきますよね、喉が。まず若干ちょっとおかしいわ。はあ、気づけば月火水、今日水曜日ですけど、月火水とも全部広島東から高速乗って岡山方面に向いて走りますね、走ってますね、すごいね。やっぱ続く時は続くね、同じ方面が。あ、やば、青になった。さあ、すっと本線に合流できたらいいけど、月曜日は結構混んどったな。で、火曜日、昨日が割とすんなり本線合流できて、今日はどういう感じかなっていうね。大丈夫そうかな。やっぱあの広島高速から来る方はやっぱりちょっと渋滞してますね。シャガラッチになってます、シャガラッチに。広島東市は渋滞1キロ。はい、そんなもん渋滞のうちに入りません。よし、あ
が痛くても容姿のとこはねきちっと持っていくのがねプロですから、はい、なんならいつもより良かったんじゃない？今日の容姿は張りがあったよ。音程も良かったね今日のはね、うん、始めた頃の容姿をちょっと聞いてみたいね。どんな感じだったか一ちゃん最初の容姿ってどこなんじゃろうね。もう3年前ぐらいになりますけど、いっちゃん最初容姿やったのどんな感じでやったんだろうって言ったらね、まあ赤団さんあたりがまた探り出すんじゃないかなと思うんですけど、過去動画を漁ってねね、赤団さんあたりがね、どこでやったんじゃろう初めての容姿、ね、いつもありがとうございますね。本当飽きもせず見ていただいて視聴者の皆さんありがとう、ありがとね。いやいや今日は本当すんなり合流できたよ俺ね。これ見これ見行ったですんなり。今日はもうデイリーでコーヒー買ってきたんで、エアパーキングはよりません。さあ今日もね無事故でやっていきたいと思いますけど今から行くとこはね柄、紺柄のハツリ柄の手摘みですね。まあそれをまた東広島の処分場に運んで、多分僕9時で入ってその後処分場を下ろしたらまた折り返しでね今度入ることになります。何時だったっけ、折り返しの時間が何時だったかな、11時だったかな。まあまあだから今日は午前中は余裕のある会社ですね。普通にやっとけばまあ時間的にも余裕があるし、そんな焦らんでもいいような感じですね。ラッキーラッキー。まあ、手摘みっつってもあのそこの現場は結構ねあの作業員さんが 4,5 人で手伝ってくれるところなんで、本当 5,6 分で一社になりますね。そんな柄ばっかりなんでもうパンパンまで詰めませんから、はい、正味まあ 1.5 とかそれぐらいですからね、まあ、もちろんあの空間がありますからね、土とかじゃないんで。そう、この見た目の傘でねそれぐらいですね。実際にはねもっとあのキュッとなりますからね、実際の量はね。Oh.
に差し掛かったあたりはスピードが落ちてしまうんで、そこでちょっとスピードダウンで渋滞というか車間が詰まってね、ノロノロ運転になったりしますけど、毎日ここ走っとる人ならそういう癖が分かるけど、どのタイミングで減速し始めるとか分かるけど、初めて走る人なんかだったらね、ちょっとびっくりするかもしれませんね。急に車間が詰まり出すんで。
対この動画をさ、寝る前に布団の中で最後まで見ようと思ったら絶対無理よね。絶対どっかで寝落ちしてしまいますよね。こんなずっとほぼほぼ景色も変わらんし、ね、ずっと6速でさ、ハンドルもほぼまっすぐやし、何の動きもないですけど、これを布団の中で寝る前に最後まで見れる人はなかなかの強者だと思いますね。まあ寝落ちしてもらった方が最後まで多分動画は流れるんで、ありがたいんですけど、やってる YouTube してる側からするとね、現金の話をするとそういうことになりますけど、佐久島インター出口通過。昨日一昨日はね、ここで降りてからバイパスの現場行ったんですけど、まあね、僕言って多分ね、バイパスをね、その新しく開通した区間、八本松から上瀬のあたりにかけてはね、多分僕ね、走ることね、そんなにないです、はい、この仕事上ね、あんまりね、あそこを通ることがないんですよ、うん、東広島の方から海田の方へ向けて走ることがないんで、多分バイパス開通してもすぐはね、動画撮れないと思います、うん、東広島の処分場からなんか海田とか行く機会があれば通りますけど、多分東広島からね、うちのドバに帰るときは絶対通りませんから、あとは山陽道島から乗るんで、するでしょうね、視聴者のじゅんさんが言われてましたけど、ね、竹原に帰るときにね、竹原に行くのにやっぱりすごく一気に距離が縮まったというか、時間的にもすごく短くなったと思うってね、短くなると思うってね言われてましたけど、竹原、そうよね、東広島まで広島市内から一直線で行けますから、どうしてもね、2号線で東広島の方に行くまでがね、長いですもんね。それがね、バイパスで一気に行けるということで、それはもう非常に便利になったというか、で無料ですからね、高速じゃないんで、それはいいですよ。ありがたいよね、本当。下道をね、のこのこ行くのもいいけど、やっぱり行き帰りをね、両方ともその下道っていうのはなかなかきついしね。
侍ジャパンのもうあれもすごかったじゃん、本当。オイルショック並みにも並んどったでしょ、人がブワーっと。本当にすごかったよね、あの人の列は。ようあっこまで並んで買おうと思うわ、ユニフォームで。ユニフォームがまたそれがネットでからね、何万もする高値で転売されてましたけども、転売っていうのかな、売りに出されてましたけどね。いやすごいよね、あの熱はすごいよ、ほんと。元K1格闘家のバンナに似とるなって思って見てたんですけど、ずっとヌートバーとジェロム・レバンナってちょっとググってみてください、暇な方は。お暇な方はねジェロム・レバンナをちょっとマイルドにした感じがヌートバータッチャンでしょ、タツジだったっけ、ミドルネームがね、タッチャン、タッチャンだったっけ。俺らの中ではタッチャンはもうあのねのねですけどね、達川さんですけど、ヌートバー選手ね。バンナに似とるわ、あれ。トレーラー、あれボルボなんかな、ドアのとこにさ、内出の小槌みたいなイラストがあしらわれてるトレーラー、キャビンが鮮やかな青色のトレーラーですけど、あれよく見ますね、あれかっこいいよね、目立つ、すごいインパクトがありますよね、内出の小槌が描かれたトレーラー。たまに結構見ますよ、山陽道走りよったら、この広島のあたりでね、よく見かけますけど、まあ目立つんだろうね、やっぱそんだけ目に入ってから印象に残るんだろうね。ああいうトラック見ながら走るのも楽しいよね、これ。高速道路走りよったら、結構ね、サブチャンネルの方もやり始めて、で夜はね、子供を寝かしつけたりさ、まあいろいろ洗い物とかいろいろしょったら、なかなか返信する時間がなくて、そうで初めてのコメントをしてくださる方、にはもう必ずまあお返しはしますので、もちろん、で余裕がある時には本当今まで通りコメントの返信もやっていきますんで、ちょっとね、時間的に余裕ない時とか体力的に余裕がない時はちょっとスタンプだけになるかもしれませんけど、すいません、本当目は全て通してますんで、ありがとうございます。まあそういうコメントの中からその次の日のね、なんか喋るネタにしようかなとかも思うこともあるんで、あ、このコメント面白いなと思ったら、話のネタになるなと思ったら、こ
お話もしますし、動画も作るし、あのプリウス危ないな、えらい左寄るな、びっくりした、ね、そんな感じでちょっとすいませんけどもよろしくお願いします。最初の頃はジーコは全部に返信してくれよったのにってね、変わったもんよジーコもって思うかもしれませんけども、すいません、もうそう思われたらもうそれはそれでも仕方ないっす、はい、結構ね夜もう最近10時前には寝たりするんで疲れてからね、そうそう、で日中はねこうやって午前中を中心にまあカメラ回して、で仕事もちろんしょるんでなかなか返信する時間もないし、走り続けよっても勝手に消えることがありますね。だから勝手に燃焼しょるんですかね、やっぱりこの間も。高速走るとたまりやすいよね、やっぱり。その俺はまあそういう仕組みが全然わからんのでね、メカニック的なことがあれなんですけど、まあ、高速走るったら本当すぐ止まる。PR のすすがね、はい、じゃあ高谷ジャンクション到着、車両に、意思表示をしっかりとして、無理にねもう手前でどうしても左入らんといけんっていうあれじゃないんでね、今は本当タイミング的に後ろから左から車が来よったんで ETC のゲートくぐる手前で左には入れませんでしたという流れでした。
血たまり飛んでる。がぶつかり合う音なんで、結構あの通行人の方とかに気を配っとかないと、あの踏切とか渡る時とかね、すごくビクッとされることがあるんで、切らんかった分とかをスポットで乗せてから運ぶ仕事とかないんかな、2トン車で
でもその代わり安定はせんだろうね、そういう仕事って。ありそうなけどね、なんか一般貨物の仕事とかで。積み切れんかった荷物ばっかりを集めて配送するみたいな。トレーラーをよく見るね、この辺は。東広島の処分場も近いっていうのもあるかもしれんけど、産廃系のトレーラーをよく見るわ、やっぱ。長いことやりましたけども、ご視聴ありがとうございました。はい、終わります。また明日。
した。さようなら。群馬ナンバーだね。群馬のトレーラーだ。